中島聡氏は、秋田県北秋田市出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。オリックスバファローズの監督。1987年に阪急ブレーブスへ入団してから、西武ライオンズ横浜ベイスターズ、北海道日本ハムファイターズでプレー。日本ハム時代の2007年から2015年までは、一軍バッテリーコーチを兼務していた。また、 阪急ブレーブス及びオリックスブレーブスに在籍経験のある最後の選手でもある。2015年に現役選手としての一軍実動年数が29年に到達し、工藤君康と並ぶ NPB 最長記録を達成。愛称はサメで妻はモデルの中島愛。漫画家の生の周一は岐阜にあたる。秋田県立高野スノーリン高校への在校中は、 全国大会と無縁だったが3年時の NPB ドラフト会議で阪急ブレーブスから3位指名を受け入団。1988年10月23日ダブルヘッダーで開催された阪急としての西宮球場最終戦にてダメ押しとなる3ラン本塁打を放ち同郷である山田久志の引退試合に花を添えた。1989年球団名が オリックス・ブレイブスに代わってからは、正保手だった、藤田博士宮尾の不調により正保手の座をつかむ。球界随一の強権も、去ることながら、打撃センスに優れ、瞬速で投塁も、果敢に挑戦し走攻守すべての面を持ち合わせていた。ため、一時は、メジャーリーグに一番近い捕手とまで言われた。四番打者を務めたこともある。1990年10月6日の対、 ロッテオリオンズ戦では満塁からインフィールドフライを故意に落球。打者には落球の有無にかかわらず審判から自動的にアウトを宣告されたため本塁における三塁走者のフォースアウトで併殺を狙ったがインフィールドフライの扱いに対する解釈の誤りからロッテに得点を許してしまった。チーム名がオリックスブルーウェーブに変更された1991年以降も 正保守の座を維持していたが、1990年代の中盤以降は打撃が徐々に低迷。大木明が監督を務めていた時期には、藤田とのトレードで読売ジャイアンツから加入した高田誠や若手の三輪の高志と併用されていた。それでも持ち前の強権は衰えず、1995年には、 佐藤義則のノーヒットノーランや11年ぶりのパシフィックリーグ優勝に貢献。翌1996年には、扇の下で、リーグ連覇と19年ぶりの日本シリーズ制覇も、経験している。1997年シーズンオフにフリーエージェント、宣言し、メジャーリーグ挑戦を表明。複数の球団と接触し、アナハイム・エンゼルスの入団テストを受けた。 一時は入団が決まりかけたが、エンゼルス側が提示した条件が、3番手星としてのマイナー契約であったため、メジャーリーグ移籍を断念。国内球団の移籍に的を絞り、西武ライオンズと日本ハームファイターズが中島の獲得に乗り出したが、最終的に西武へ移籍。1998年、日本シリーズでは、不調のベテラン伊藤務に代わり一時的な活躍こそ、 したが、長年西部一筋で、信頼感のある伊藤から、正保守の座を奪うことはできなかった。その後、1999年に入団した、松坂大輔専用の保守として起用されることで、出場機会を得たが、2001年以降は、松坂当番時も伊藤がマスクを被る機会が増え、さらに打撃の低迷に加えて、西部が若手保守育成の方針を取ったため次第に、 出場機会が減っていった。2000年、和田和弘と背番号を交換したが、中島によると、22の方が保守のイメージが強いという理由により、当時は保守登録ながら、すでに外野手としての出場が多かった和田に持ちかけたものだという。また、同年5月20日に長野オリンピックスタジアムで、初めて行われたフルスオリックス戦で、2回裏にテリーブローズから、 同スタジアムの公式戦、第1号本塁打を左翼スタンドに放っている。2002年、大半を2軍で過ごし、同年オフに、富岡久隆と共に、石井義人と細見和との2対2の交換トレードで横浜ベスターズへ移籍。2003年、前年に、正捕手だった谷繁元信が、FA で中日へ移籍しており、若手の愛川良次 前年に谷繁と入れ替わりで中日から移籍した中村武士の正捕手争いに自身が参戦する形でハイレベルなポジション争いが期待され開幕戦では見事先発マスクを被ったが故障や打撃不振さらにはそもそもそれほど評価の高くなかったリードがセリーグの打者には通用しなかったために結果を残せず中村の副長や相川の台頭で同年オフに 高層外となり、金銭トレードで、北海道日本ハムファイターズへ移籍。1997年の FA 時から6年越しの日本ハム入団となった。2004年9月に横浜球団のキャンペーンガールをしていたモデルの聖の愛と入籍。2005年、当初3番手保守のはずだったが、正保守、高橋真嗣の度重なる故障と、サネ一聖の不調もあり、保守で、 チーム最多の出場機会を得た。2006年、先発出場はわずか2試合と激減したが、守護神、マイケル中村との相性の良さから、試合後半を任される、抑え保守の地位を獲得。以後、マイケルが巨人へ移籍する2008年シーズン、終了までマイケルの専属保守のような状態だった。結局、2006年は、保守としては、 チーム最多の79試合に出場し、チームのリーグ優勝と日本シリーズ優勝に貢献した。また、6月19日の対阪神タイガー,アース戦の試合前に行われたスピードガンコンテストで急速時速 146km を記録し、中島より、はるかに若い阪神、日本ハムの選手たちを抑え優勝。強権健在ぶりを大いにアピールした。二千七年、 選手と一軍バッテリーコーチを兼任。以後は、選手としての一軍登録抹消時は、コーチ専任で一軍に帯同した。開幕直後に一軍登録を抹消されるも、調子の上がらないマイケルをサポートするため、再度一軍へ昇格し、そのまま最後まで一軍で抑え保守として活躍。この年唯一放った安打は、9月15日の対、ソフトバンク戦で放ったダメ押しの三ランだった。 2008年、シーズン後半からではあるが、再度一軍へ昇格、抑え保守を務めた。また、不調に陥った、多田や数人をサポートするために一試合のみではあるが2年ぶりに先発出場を果たした。2009年、大野翔太の入団とマイケルの巨人への移籍があって、保守は鶴岡信也と大野の併用が多くなったために、出場機会がなかった。 7月18日に一度登録されるも、試合の雨天中止により、出場しないまま登録抹消された。しかし、大野がインフルエンザに感染したため8月16日に急遽一軍登録され、その日の対埼玉西部ライオンズ戦の9回から、マスクをかぶり、シーズン初出場を果たした。また、8月21日の対ソフトバンク戦では、 ダルビッシュ有の先発保守として出場し、自身も1安打を放った。さらに同年の日本シリーズでもマスクを被った。なお、阪急時代に同期で入団した高木明次が現役を引退したため、阪急ブレーブス及びオリックスブレーブスに在籍経験のある唯一の現役選手となった。2010年4月2日に一軍登録され、対西部戦に7回途中から出場し、 実動年数が24年となった。これは、歴代3位タイで、保守では、野村克也の26年に次ぎ、単独2位の年数である。4月23日のタイ東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、バディカーライルの先発保守として出場した。2011年、鶴岡が開幕直前に離脱したこともあり、2007年、以来4年ぶりに開幕戦から選手として一軍。 登録される。4月13日の西部2回戦に9回表から出場、実動年数が25年となった。2012年5月9日に一軍登録され、5月12日の西部7回戦で9回表に守備で出場し、実動年数が26年となり、野村、山本正と並び、歴代2位の記録となった。2013年9月28日の対、 オリックス戦で、この年初めて一軍公式戦に出場。野手としての NPB1、軍実同年数最多記録を達成した。2014年6月27日の大落天戦8回表から、保守として出場。この年唯一の一軍公式戦出場であったが、野手としての NPB1 軍実同年数記録を28年に、 更新するとともにパシフィックリーグ公式戦での実動年数記録を達成した。2015年4月15日のタイロって戦9回表に保守としてこの年初めて1軍公式戦に出場。工藤君康の持つ NPB1 軍実動年数記録に並んだ。その後は事実上バッテリーコーチに専念していたが、10月1日に現役引退を表明。 日本ハム球団では同日の対ロッテ23回戦を中島の引退試合として開催した。中島の引退により、阪急ブレーブス及びオリックスブレーブス時代に在籍した選手が全員引退した。11月2日に引退記者会見を実施。11月27日付で日本野球機構から任意引退選手として講じ。その一方でシーズン終了後には、 自身の意向で一軍バッテリーコーチも退任した。この年には山本正も現役を引退しており、昭和時代に NPB の加盟球団へ入団し、また高楽園球場の公式戦でのプレーを経験した現役選手が当主、投手、野手ともに全員引退した。2016年、日本ハムのチーム統括本部として、ゼネラルマネージャー特別補佐に就任し、 日本ハムの業務提携球団にあたる MLB のサンディエゴパドレスに派遣。アメリカへの滞在中には、コーチとしてマイナーリーグの参加球団を巡回する一方で、外国人選手のスカウティングにも携わっていた。2018年、日本ハムの一軍バッテリー検索戦コーチとして3年ぶりに現場へ復帰したが、シーズン終了後の10月19日に退団。2019年、 オリックス・バファローズの2軍監督に就任。ブルーウェーブの星時代にバッテリーを組んでいた小林光二軍投手コーチと共に、坂木原翼や、慶鈴木などの投手を1軍に定着させた。2020年、2軍監督を務めていたが、1軍監督の西村特分が8月20日の対、西武戦終了後に辞任したことを受けて、翌21日から1軍監督代行に就任。 この移動に伴って、二軍投手コーチの小林が二軍監督代行を務めている。シーズン終了後の11月12日、一軍監督に就任。アマチュア球界でも中島の強権は知れ渡っていた。古田敦也は地元球団で少年時代は全身の半球のファンの上、半球ブレーブス子ども会にも入会していたほどだったが、 プロ野球ドラフト会議の指名候補選手になった際、レギュラートリへの不安からか、中島選手のいるオリックスだけは遠慮したいと語っていた。最初に入団した半球で、山田久志、佐藤義則、今井雄太郎といった超ベテラン投手陣の訓導を受けた。星野信之は、時速 120km 台の速球と、時速 80km 台のスローカーブを武器にする投手で、 1990年9月20日の対日本ハム戦で星野が田中幸雄に投じたすっぽ抜けたカーブを中島が右手で直接補給し星野を超える急速で返球したことで失笑が起こったベンチに帰り星野は素手で取るなよミットが動いてなかったぞと機嫌を悪くしていたが中島はミットが届かなかったんですとごまかし自体は収まった星イコール巨漢 ドン・ソクといった従来のイメージを変えた選手の一人であり、オリックス時代にはプロ野球選手を最初にアイドル的に扱った雑誌プロ野球愛に特集記事がたびたび掲載されるほどであった。西武入団時には松坂大輔が先発する試合の出場が多かったが、松坂を大事に育てる意向だった当時の首脳陣は当時の正捕手だった伊藤務と組ませると、 松坂が乱調だった試合では、伊藤の責任になってしまう。さりとてすでに球界を代表するキャプチャーでもあった、伊藤の責任にもできないため、中島と組ませれば、すべて中島が悪いで済ませられるから、松坂の尿暴薬になったのではないかと10回している。ただ、実際には、ルーキーイヤーのオープン戦で当初伊藤と組んでいた、松坂はうまく呼吸が噛み合わず、 精裁を欠く場面が目立っていたが中島と初めて組んだ試合ではそれまでと打って変わった投球を見せたことからまだ新人の段階ではリード通りの投球を求める伊藤よりも松坂の調子に応じてリードを組み立てる中島の方がうまく良さを引き出せるのではという西部首脳陣の判断もあったとされる普段は禁止のためコンタクトレンズを着用しているが2005年シーズンの 一時期だけメガネをかけてプレーしていた。2018年限りで北海道日本ハムファイターズを対岸したが、その発表の日付が10月19日であった。日本ハム球団によれば、半球ブレーブスがオリックスに身売りすることが発表された1988年10月19日から30年を迎え、最後の半球選手だった中島が半球を引き継ぐ。 オリックスへの復帰を手助けするためにこの日に発表したとのことである。ありがとうございます。